はい、こんにちは。今回はボクシングで起こった類を見ないほどのありえない判定を紹介いたします。世界6階級制覇を達成しているマニー・パッキャオが WBO 世界ウェルター級王座の防衛戦に1階級下のWBO 世界スーパーライト級王者ティモシー・ブラッドリーを迎えました。ブラッドリーはここまで29戦無敗の戦績ですが、試合前の倍率は1対5とパッキャオ有利と見られ、ブラッドリーに初黒星がつくと予想されました。試合展開はパッキャオが攻撃力パワーに勝り、有効打も多く、パッキャオが優位に試合を進めていきました。ブラッドリーは手数が少なく、たまに反撃しますが、パッキャオの硬いガードに封じられ、有効打が非常に少ない印象でした。試合は12ラウンドを終了し判定となりますが、 HBO のスコアでは119対109とパッキャオが圧倒的に有利な採点でした。試合の4日後に WBO の国際ジャッジがビデオ検証を行い、参加した5人全員がパッキャオ勝利と判定するなど、完全な誤審と認められた試合でした。ジュニア階級のない時代で、ファイティング原田選手はフライ級とバンタム級の2階級を制し、3階級制覇を目論み、 WBC 世界フェザー級王者ジョニー・ファミションに挑戦いたしました。試合は原田選手が優位に進め、2ラウンドに早速ダウンを奪います。この一戦は王者ファミションの地元オーストラリアシドニーで行われ、この日の採点は当時 A 連邦の規定に従って主審1人がジャッジを務めており、主審のウィリー・ペップはダウンを喫したラウンドの採点を5対3ではなく5対4とつけたのでした。原田選手は精力的に前進し攻勢に出て連打を振るいますが、途中フリップダウンをしたのを主審ペップはなぜかダウンと認め、カウントを始めました。またファミションが後頭部へのパンチなど反則をしても一向に注意をしない不可解なレフリングをしたのです。レフリーがファミションの味方をしますが、原田選手は攻勢に出て11ラウンドと14ラウンドにもダウンを奪いました。14ラウンドのダウンの時にはなぜか主審のペップがカウントの途中でファミションを支えるといった不可解な場面がありました。そして原田選手が終始有利に試合を進め、
明白にほとんどのラウンドのポイントを取って試合が終了したのですが、試合終了とともに主審のペップは引き分けを宣告いたしました。この一戦は疑惑の判定、不名誉なホームタウンデシジョンと地元でも批判された一戦でした。デビュー以来87戦全勝のフリオ・フェファル・チャベスが4階級制覇を狙ってWBC ウェルター級王者パーネル・ウィテカーに挑戦いたしました。チャベスは87勝のうち 75KO と非常に攻撃力が高く、圧力をかけて強いパンチを上下に連打で繰り出し、これまでのほとんどの相手をマットに沈めてきました。一方、ウェルター級王者ウィテカも3階級を制しており、チャベスとは逆のスタイルで防御に非常に優れ、歴代ボクサーの中でもウィテカーの防御力はトップ3に入るとまで言われたボクサーです。試合展開はチャベスの攻撃をウィテカーが外し、細かなパンチをどんどん入れてウィテカーがポイントを取っているように映りました。後半になってもチャベスのパンチはほとんど当たらず、ウィテカーのカウンターやジャブがどんどん当たり、ウィテカーのペースで試合は流れていき、試合は12ラウンド終わりますが、誰もがチャベスが判定で負け、連勝がストップしたと思いました。1988年ソウルオリンピックのミドル級決勝戦でロイ・ジョーンズ・ジュニアはパク・シホンと戦いました。ロイ・ジョーンズ・ジュニアはプロ入り後、ミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級の4階級を制覇し、長きにわたってパウンド・フォー・パウンド最強とされていたボクサーで、アマチュア時代から突出した才能を発揮しておりました。パク・シホンは1985年の国際大会で優勝するなど実力者ですが、ソウルオリンピックでは準々決勝のイタリア人に大苦戦し、決勝戦でもロイ・ジョーンズ・ジュニアのスピードあふれる攻撃に全く手が出ず、敗色濃厚な展開で進んでいきました。最終第3ラウンドもロイ・ジョーンズ・ジュニアがスピードある連打を一方的に叩き込み、パクのパンチは全く当たらない展開で、オリンピック決勝戦は終焉いたしました。パク選手は自分の勝利を聞いた時に、え、勝ったの？という表情をしていたようでした。後に韓国が審判を買収し、
韓国人選手が有利な判定になるようにしたことが明らかになり、この時パク有利と採点した審判は2年間の資格停止処分を受けたのでした。